実家に帰ります。じゃあ帰ってくるな。離婚だ。ほらよ、記入済みの離婚届だ。そう言って夫は引き出しから取り出した離婚届を私にぶん投げてきた。私はそれを拾い上げるとすぐに荷物をまとめて家を出た。それから数日後、私の元に夫から電話がかかってきた。俺が悪かった。謝るから許してくれ。何甘えたこと言ってるの。これからあんたは地獄を見ることになるんだから。私の名前はかすみ、32歳の会社員だ。夫のまさひろとは結婚して2年になる。彼のことが大好きで結婚をしたはずなのに、今は本当にこの結婚が正しかったのかかなり悩んでいる。というのも夫はいわゆる亭主関白なのだ。おかえりなさい。あ、飯はできてるわ。ビールはちゃんと冷えてるか。ええ、冷えてるわよ。夫は自分が仕事から帰ってきた時には料理がすぐに出てきて、キンキンに冷えたビールがないと怒る。俺は仕事で疲れて帰ってきてるんだから、それぐらい用意してろよ。夫に養ってもらえてありがたいという感謝の気持ちを持てよ。夫はそう言って私に自分を敬うように強要してきた。まあ要するに自分が快適に過ごせるようにしろと言いたいのだろう。最初の頃は私は夫にこのような態度を取られてもあまり気にしていなかった。というより私の家庭も父が一番偉くて、母は父を立てていたから、こういうのは普通だと思っていた。だから夫は亭主関白でも全然気にしていなかった。私は毎日夫よりも早めに仕事を切り上げて帰ってきて、ビールを冷凍庫に入れて冷やして晩ご飯の支度をするという日々を欠かさず毎日続けた。夫よりも先に風呂に入ったこともないし、夫より先に寝ることもしていない。そんな生活は全然苦ではなかった。だがこういうのは夫への尊敬の気持ちがあるからできることだ。私はその尊敬の念が少しずつ消えかかってきていた。理由の一つとして挙げられるのは義母の存在だ。義母のことはもともと結婚の挨拶をした時から私は苦手だと感じていた。30歳か。あなた結婚してすぐに子供産めるのかしら。え？高齢出産になったら生まれてくる子供にいろいろとデメリットがあるでしょ。それにそもそも出産できる期限だって短いし。そうですか。30歳で結婚する人なんて世の中にはたくさんいるし、それに今は30代で子供を産む人はたくさんいるだろう。それなのにどうしてそんなことを言うのだろうか。初めて会った時に義母は私にそういうことを言われたので、すっかり義母のことが苦手になっていたのだ。そして義母は義実家で顔を合わせるたびに私のことを罵倒してきた。女がいつまでも会社勤めをしてるんじゃないよ。家庭に入って旦那を支えないと。だからあんたは子供が産めないんだよ。義母は何かにつけて子供ができないことについて触れてきた。私は義実家に行くたびに嫌な気分になるので夫に相談したことがある。だが夫は、まあ母さんの言うことは昔から正しかったわけだしと義母の肩を持つのだ。別に年寄りの戯言だと思って適当に聞き流してればいいじゃん。夫はそう言って私の話をまともに聞いてくれなかった。夫が亭主関白で古い考え方なのは義母の影響によるものが大きいのかもしれない。それよりもビール切れてるぞ。夫の関心は自分の飯と酒のことだけ。私はそんな態度を取り続ける夫に少しずつ失望していったのだ。普段亭主関白なのは構わない。だけど嫁が困っている時には助けてくれるのがかっこいい夫なのではないだろうか。義実家に行くたびに義母は私に対して嫌味を言ってくる。だが夫はそれをただ横で黙って聞いているだけだ。だんだんと義母はもっと言っても問題ないと思い出した。私に対してどんな暴言も吐いても夫が私をかばってくれることはないからだ。せめて子供さえできればマシだろう。そう思っているのだが、やはりプレッシャーがかかっている状況だとなかなか子供はできないようだ。結局子供ができないまま結婚して2年の月日が流れていた。義母の嫁いびりは相変わらずだし、夫の態度だって変わる気配はない。実は唯一頼れるのが義父なのだが、義父は現在長期の海外出張に行っていて頼ることができないのだ。義母への苛立ちや夫への不信感が募ったまま毎日忙しい日々を過ごし、私の心は少しずつすり減っていった。果たして私の苦労は報われるのだろうか。そんな風に思い始めていた。飲みに行きたくても夫の晩御飯の支度があるから簡単には飲みに行けない。
夫は作り置きを温めることだってしたくないし、そもそもキンキンに冷えたビールがないと機嫌が悪くなる。だから私は夫に許しを得てからでないと飲みに行ったりすることができないのだ。基本的に平日は無理で、土曜とかに許しが出たらいけるという感じだ。しかもそうやって私のことは制限するくせに、自分はフラッと飲んで帰ってくることがあるのだ。最近はその頻度が多くて、私は一生懸命作った料理が無駄になってやるせなくなってしまう。わざわざビールも冷やして待っていたというのに、いつまでも帰ってこないから意味がなくなってしまう。せめて飲みに行くことが決まった時は連絡をしてほしいと文句を言ったのだが、夫は逆切れをして、そんなもん勢いなんだから事前に連絡できるわけないだろうと言ってくる。決まった瞬間に言ってくれればいいと食い下がるのだが、みんなで一緒にいる時にスマホをいじっているのは失礼だろうと言って、全く頼みを聞いてくれないのだ。私は義母のこともあり、夫に対しての不満もかなり溜まっていた。そのため晩ご飯をちゃんと作るのが面倒になり、スーパーのお惣菜を買ってきてフライパンに移して温めてから夫に出すようにした。すると夫は全く気にせずにそれを食べていたのだ。私は一気に拍子抜けした。この人は冷えたビールさえあれば何でも美味しく感じるバカ舌だったのだ。それからというもの、私は料理を一気に手抜きし、そこでできた時間を自分の今後のために使うようにした。それは副業をすることだ。私はウェブ関係の仕事をしていたので、比較的副業に手を出しやすかった。今までは夫の方が給料が上だったので、いろいろと言われてもおとなしく従っていたが、副業をして私も収入を上げてやろうという気になった。そして我慢の限界に達した時は、いっそのこと別れてやろうと思ったのだ。それから私は自分のペースで副業を進めていった。最初はほとんどお金にならなかったが、それでも続けていくうちに実績が増えていき、収入も増えていった。もともと会社員として働いていて、夫の扶養に入っていたわけではないので、私は自由に副業をすることができた。夫にたまに文句を言われても、義母から嫁いびりを受けても、自分にはやることがあり、それで結果を残せているという事実が私を支えてくれた。そんな中、ある日夫が土曜に飲みに行くと言っていたので、私も夫が出て行った後に久しぶりに友人と会うことにした。そしておしゃれなイタリアンのお店に行ったのだが、なんと私はそのお店で夫を見かけたのだ。そのイタリアンのお店は半個室だったのだが、夫が入っていく部屋をちらっと覗くと、そこには見知らぬ女性の姿があった。私は目を見開いて驚いた。あれはただの知り合いなんかじゃない。だって夫とその女性は横並びに座り腕を絡めていたからだ。完全に夫は不倫をしている。私はそう認識した。そしてすぐに更信所に調査を依頼することに。それから2週間ほどが経ち、更信所の調査結果が出た。案の定夫は不倫をしていて、十分すぎるほどの証拠写真が大量にあった。もうこの人とは一緒にいられない。私は自分が思っていた以上にショックを受けていたことに気づいた。あんな最低な夫でも私は好きだったのだ。夫は私が働く会社の取引先で働いていたのだが、仕事ができてそれでいて爽やかでイケメンだった。だからかなりモテるタイプだった。交際をしている時だって私にすごい優しくて、本当に理想の彼氏という感じだった。そのため彼と結婚できて本当に嬉しかったのだ。それが結婚してたったの2年でこんなことになってしまい、とても悲しい。そして夫に対してものすごく怒りが湧いてきた。更信所の調査結果を持って私は家に帰った。すると珍しく夫が先に家に帰っていた。夫は帰宅した私を睨みつけるとこう言った。おい、どこを突き歩いてたんだよ。晩ご飯もできてないし、ビールだって冷えてないじゃないか。そう言って私を怒鳴りつけてきた夫。だが私はもう夫に何かを言われる筋合いはない。不倫してる人が何を上から命令してるの？え？私が不倫というワードを出すと、夫は分かりやすく動揺した。何の話だよ。しらばっくれないで、全部知ってるんだから。私はそう言ってカバンからさっきもらった証拠写真を夫に見せた。お前それどうやって？随分と仲良さそうにしながらラブホテルに行くのね。まさかこんな決定的な証拠があってもしらを切るつもりかしら。私がそう言うと、夫は逆切れをしてきた。ふざけんな。こんな卑怯な真似をして見損なったぞ。はあ？
お前は俺のことを信じてこの家で美味しいご飯とビールを用意するのが役目だし生きがいだろ。それなのにそうやって俺の知らないところで何かを嗅ぎ回るようなことして最低だな。一体この人は何を言っているのだろうか。どこまで私のことを舐めているのだろうか。不倫をした側がなぜされた側に最低だなんて言葉を言えるのだろうか。私は夫の人間性を疑った。そしてさらに夫は私のことを罵倒してきた。そもそも俺と結婚できただけでもラッキーだと思うよな。俺は会社でも優秀なサラリーマンであり順調に出世してるんだ。だから俺に言い寄ってくる女性なんてたくさんいたんだよ。その中でお前が一番家事ができそうだったから選んでやったって言うだけなのに何を偉そうにしてんだよ。本当に最低な人間だこの男は。こんな人のことを私は好きだったのか。私の中で何かが切れる音がした。もう我慢できないわ。実家に帰ります。さっさとその不倫女と一緒になったらどうかしら。私は夫に冷たく言い放った。すると夫も売り言葉に買い言葉というように顔を真っ赤にして言い返してきた。じゃあ帰ってくるな。離婚だ。ほらよ、記入済みの離婚届だ。え？そう言って夫は引き出しから取り出した離婚届を私にぶん投げてきた。風の抵抗を受けた離婚届はひらひらと床に落ちた。一体いつの間にこんなものを用意していたというのだろうか。お前は俺に離婚されたら困るだろ。俺よりも全然稼ぎが低いもんな。そう言って高笑いをする夫。本当に副業をやっててよかった。私は今すぐ離婚したって問題ないほどの稼ぎもある。床に落ちた離婚届に目を向ける。すでに夫の欄が記入済みなのはありがたい。私はそれを拾い上げるとすぐに荷物をまとめて家を出た。そして私は実家へと帰った。かすみどうしたんだ。まさひろさんと何かあったの。親は私が大きな荷物を持っていきなり帰ってきたので驚いていた。私は親に全てを説明した。また私は実は先ほどの夫との喧嘩を録音していた。親に録音した音声を聞かせると二人とも憤怒していた。信じられん、こんな最低な男だったなんて。そして父はすぐにある人物へ電話をしていた。これで夫はもう終わりだ。それから数日後、私のもとに夫から電話がかかってきた。もしもし、かすみか。何？あなたとはもう終わったはずだけど。そんなこと言わないでくれよ。俺が悪かった。謝るから許してくれ。どうやらことが動いたようだ。ああ、もうクビになったのね。だから私に謝ってきてるんでしょう。忘れてたんだ。お前の父さんが社長と親友だってことは。どうせ都合のいいように記憶を書き換えてたんでしょ。社長にも期待されてるしとか前に言ってたけど、単純に私の旦那だから笑顔で話しかけたってだけだからね。それにあんた、勤務時間の間にも不倫相手に会ってたそうじゃない。会社に営業行ってくると嘘をついて不倫するとか最低ね。分かってる。俺が最低だってことは。ちゃんと反省するし、かすみのこともこれから大事にするから。だからもう一度夫婦としてやり直してくれないか。復縁すればきっと社長も許してくれると思うんだ。何甘えたこと言ってるの。そんなの許されるわけないでしょ。でもお前は俺より稼ぎが低いんだし、また一緒に生活した方がいい暮らしができるだろう。残念だけど私今副業をしてて、そっちでもそれなりに稼いでるのよね。え？本業の給料と合わせるとあなたの給料よりも全然上になるわよ。そんな。それにもう離婚届は提出済みだから。嘘だろ。あんたみたいな最低な人間とこれ以上結婚生活を続けるわけがないでしょ。これからあんたは地獄を見ることになるんだから覚悟しなさい。私がそう言うと夫は小さくヒッという弱々しい声を上げた。あんなにも亭主関白で威張っていた人とはえらい違いだ。それから元夫は賃金が発生している時間に不倫をしていたことによって懲戒処分をされたということが他の会社などにも知れ渡り、未だに転職先が決まらずフリーターをしているらしい。そのため収入が一気に減り、不倫相手からも見捨てられてしまったそうだ。だが私はもちろん元夫に容赦はしない。私は元夫と不倫相手に慰謝料を請求し、それぞれに300万の慰謝料を支払ってもらうことになった。元夫は自分の貯金すら不倫相手につぎ込んでいたそうで、貯金がない状態のアルバイトで慰謝料を支払っているようだ。
ちなみに今回の件については義父にも話していて、義父は元夫に大激怒。親子の縁を切り、一切援助はしないことにしたそうだ。また私はさらに義母から嫁いびりを受けていたことも義父に報告した。義父が義母を問い詰めたところ、義母はしらを切ろうとしたらしいが、その場にいた元夫が、母さんからは若い別の女性と付き合って次の嫁候補を探すのもいいと言われたと言って、義母を道連れにした。その結果、義父は義母にも怒り、離婚をして追い出したそうだ。今回の件で義父は一時帰国していたのだが、義母と元夫のありえない言動の数々に呆れ、最終的には義実家を売って二度と二人が義父と関われないようにしたらしい。ずっと専業主婦だった義母はいきなり無職の状態で放り出され、元夫にすがって転がり込んだらしい。だが貧しい状況に耐えきれず、お互いに責め合い、喧嘩は絶えないそうだ。そういった説明の後に、何度もやり直したいというメッセージが元夫から定期的に来ているのだが、私は全て無視してそっとブロックした。彼が転落していったことが確認できたので、もう十分だ。これからは私自身のために働いて、自分の人生を豊かにしていくために生きていこうと思う。本当に最低な夫ですね。こんな奴とは別れて正解だと思います。業務中に不倫をするなんて普通に社会人として終わっていますよね。主さんは一人でも十分に稼げているようですし、今度は誠実で優しい人と結婚した方がいいと思います。これからの主さんの人生が幸せになることを祈っていますね。え？どういうことですか？どうやら受付の事務の方が言うには、私の保険証が使えないらしい。私はすぐに夫に電話をして確認した。当たり前だろ。だって俺たち離婚したんだから。え？すると、そばにいた義母が震え出して、電話口の夫にこう言った。あんた、この子を一体誰だと思ってるんだい。私の名前は香織、32歳の会社員だ。夫の啓太とは結婚して2年になる。彼との出会いは合コンだった。香織さんの趣味は何ですか？私は映画鑑賞が趣味なんです。ちょっとインドアすぎですかね。いえ、いいと思います。僕も映画とっても好きなので。本当ですか？ありがとうございます。ケイタさんはどんな映画が好きなんですか？僕は結構ホラー系が好きなんですよ。それでちょっとメンタルやられた後に、ヒューマン系というか感動するものを見るっていうのを最近してます。一回心病んでるからより感動するんですよね。すごい見方してますね。でも確かにそのやり方だと、めちゃくちゃ感動系の映画で心が癒されそう。一回ぜひ試してみてください。こんな感じで私たちは会話が弾んでとても楽しかった。それから連絡先を交換して、私たちは二人でも会うようになった。そして少しずつ距離が縮まっていき、彼から告白をされて付き合うことに。彼との交際はとても楽しかった。お互いに映画が好きなので、最新映画で面白そうなものがあったら仕事後に一緒に見に行ったし、週末は彼の部屋でゆったりしながら映画を一気に何本も見た。彼が言うホラー系の後に感動系を見たらとても心が癒されて、ちょっとこの見方が癖になりそうだと思った。そんな感じで私たちは順調に交際を進めていった。そして付き合い始めて1年半ほどが経った頃、私は彼からプロポーズをされた。俺にとって一緒にいてここまで落ち着ける人はいなかった。一人でいても気がつけば香織のことを考えてしまっている。それくらい香織は俺の中で大事な存在だ。だからこれからもずっと俺のそばにいてほしい。俺と結婚してください。そう言って私に指輪を渡してきた彼。私は彼のプロポーズの言葉がとても嬉しかった。私もケイタとずっと一緒にいたいと思ってるよ。それじゃあこれからもよろしくお願いします。私はそう言って彼の前に左手を出した。彼はとても嬉しそうに指輪を私の左で薬指にはめた。ありがとう香織、絶対に幸せにするから。うん、約束だよ。こうして私たちは結婚することになった。すぐにお互いの親に挨拶をし、両家の顔合わせも済ませた。義両親はとても優しい人で、私によくしてくれたし、私の両親も啓太のことを気に入っていた。そのため両家の顔合わせはとてもいい雰囲気で行われた。それから私たちは結婚式の準備を進めることに。
二人で式場見学をしたり、ウェディングドレスの試着をしたりと、一緒に準備をすることはとても楽しかった。そして二人で理想の結婚式を考え、思いがたくさん詰まった式を挙げることができた。私たちの結婚式にはたくさんの人が参列してくれて、みんなとてもいい式だったと褒めてくれた。思い出深い結婚式を挙げることができた私たちは、海外に新婚旅行に行った。新婚旅行先はハワイで、初ハワイだった私はとても観光を楽しむことができた。うわあ、ここがあの映画のロケ地だったとこか。なんか映画を思い出して感動するね。映画好きの私たちは映画の聖地巡礼みたいなこともハワイでした。いわゆる有名な観光スポットよりもそういう場所に行ったので、ちょっと特殊な楽しみ方だったかもしれない。それでもすごく楽しくて、たくさん写真を撮って幸せな気分になった。そして帰国した私たちは一緒に暮らし始めて、新婚生活をスタートさせた。共働きなので家事は分担して行うことにした。夫は料理が苦手なので、私が料理を担当し、掃除や洗濯を夫にやってもらうことに。夫は私が作る料理をとても気に入ってくれて、いつも美味しそうに食べてくれた。この唐揚げすごく美味しいよ。なんか深みがあるというか、スパイスが効いてる気がする。よくわかったね。ナツメグを入れているんだよね。ナツメグ、俺が買ったことない調味料だわ。意外と使い道あるんだよ。ハンバーグとかにも使ったりするし。ナツメグすげえ。こんな感じで楽しい雰囲気で毎日過ごし、幸せな新婚生活を送っていた。そしてありがたいことに、私は義両親との仲も良かった。かおりさん、いらっしゃい。お邪魔します、お母さん。今日は美味しいコーヒーも目が入ったんだ。私が入れたコーヒーをみんなで飲もう。ああ、楽しみです。お父さんが入れるコーヒー、ちょうど洋菓子を買ってきたので一緒に食べましょう。さすが香織さん、よくわかってるわね。義両親は優しくてノリが良くて、私は一緒にいてとても落ち着けた。こんな素敵な親だから、夫も心優しい人に育ったのだろう。私は夫と結婚できて、そして義両親と仲良くできて本当に良かったと思っていた。だが、そんな幸せな状況が少し変わり始めていた。それは結婚3年目を迎えたつい最近のこと。え、妊娠ですか？ええ、妊娠3ヶ月ですよ。おめでとうございます。私はある日、体調が悪くなり病院を訪れた。すると、医師から妊娠をしていることを告げられたのだ。まさか妊娠しているとは思わなかったので、とても驚いたが、じわじわと喜びが出てきた。そしてウキウキした状態で、その日仕事から帰ってくる夫のことを待った。ただいま。あ、おかえり。あれ、なんか機嫌がいいね。嬉しいことでもあった？そうなの。へえ、なになに？実は私妊娠してたの。え、妊娠？うん、私たちの子供だよ。お、ああ、すごいな、よかったな。私は夫の反応に少し違和感を感じた。よかったなって、あなたもこれから親になるのよ。そんな人事みたいな言い方はおかしいでしょ。確かにそうだな。ごめん、ちょっと驚きすぎちゃって変な日本語になった。もう父親がそんな動揺してちゃダメでしょ。そうだな。夫はそうやって笑った後、着替えてくると言って自分の部屋に行った。私はなんとなくだが、夫があんまり私の妊娠を喜んでいないのではないかと思った。他の家庭がどうかは知らないが、普通ならもっと喜んでも良いのではないだろうか。もしかしたら夫はただ仕事で疲れているだけなのかもしれない。そう思って様子を見ることにした。しかし、その後も夫の態度は少しずつ変わっていった。私が子供についての話題を振っても、すぐに話を変える。今一番話題に出したいのは赤ちゃんのことなのに、こうも話を変えられるとちょっと嫌だなと思ってしまう。夫はあまり妊娠を喜んではいないのだろうか。そんな風にどんどんモヤモヤしていった。私は不安が拭いきれなかったので、義母に相談をしてみることにした。かおりさん、妊娠本当におめでとう。ありがとうございます。お母さん、今日は急に呼び出してしまい申し訳ありません。いやいや、いいのよ。こうしてかおりさんと一緒にお茶しに行けるのは嬉しいわ。私と主人の子供はケイタだけだから、娘ができたみたいで楽しいの。娘とこうやってカフェに行くのは私の夢だったわ。
そう言っていただいて嬉しいです。ところで話って何？何か悩み事でもあるの？それが、ケイタさん、あまり私の妊娠を喜んでいないようなんです。え？そうなの？はい。いつも子供の話をしても話題を変えられてしまうし、なんだか避けているような気がして。私がそう話すと、義母は気まずそうな顔をした。かおりさん、ごめんなさい。もしかしたらその原因は私と主人にあるかもしれないわ。え？どういうことですか？私は一体何のことかわからなかった。だが義母は驚きの発言をしだした。これはあなたには内緒にしようと思っていたんだけど、主人の会社の経営状態があまり良くないの。え？そうなんですか？義父は実は会社を経営している。昔は時代の波に乗ることができ、それなりに利益を上げることができていたそうなのだが、最近はどんどん売り上げが下がっていき、経営が苦しいらしい。夫は義両親からすでにその話を聞かされていたらしく、義母の見解としては、夫はそのことが気がかりで、自分の子供ができることに手放しで喜べないのではないかと思ったそうだ。もちろん、あなたたちに迷惑をかけるつもりはないんだけど、ケイタの中で一人息子として何かしら責任を感じているのかもしれないわ。直接そういうことは言ってこないけど、私たちに援助をしようとか、社長を継いで会社を立て直そうと思っているのかも。だからそういうことで頭がいっぱいで、子供のことまで考えられないのかもしれないわね。なるほど。本当に私たちのせいで迷惑をかけてごめんなさい。いえ、気にしないでください。それにしても、お父さんの会社がそんなに大変だなんて知りませんでした。そんな大変な時期にわざわざお時間を作っていただきありがとうございます。いやいや、こちらこそ。切羽詰まっていた中で、息子夫婦の妊娠の知らせを聞いてちょっとほっこりできたから感謝しているわ。元気だ、子供を産んでね。はい、ありがとうございます。私は義母と別れた後、実家に向かった。義両親のことについて私の親に話そうと思ったからだ。私は夫のことも気になったが、それ以上に今は義父の会社のことが心配だった。だから父に相談をすることにしたのだ。私の父は実はいわゆる資産家で、株や不動産投資などでかなりの資産を持っている。私は義父の会社のことを話し、どうか助けてあげてほしいと相談した。父は快く受け入れてくれて、それからすぐに私は義両親に連絡を取った。お、本当に資金援助してくださるのですか？はい、余裕ができた時に少しずつ返していただければ大丈夫ですよ。ありがとうございます。義両親は私の父にとても感謝をしていた。そして父が資金を出したことで、義父の会社は赤字から抜け出すことができた。社員に安定した給料を支払えるようになったので、会社の士気も上がり、少しずつだが経営状態が良くなっていった。だが、それでも夫の態度は相変わらずだった。というよりも、さらに悪くなっていった。帰ってくる時間がどんどん遅くなっていったし、家でご飯を食べない日も増えている。私のお腹もだんだん大きくなっていて、体調を崩すことも多いのに、夫がそんな状態じゃとても不安だ。私は我慢できなくなり、ある日夫とちゃんと話し合うことにした。ねえ、どうして最近すぐに家に帰ってきてくれないの？私具合が悪い日が増えてきて、そんな中家で一人きりなのは辛いんだけど。私がそう言うと、夫はとても面倒くさそうな顔をした。別に死ぬわけじゃないんだし、いいだろ。妊娠は病気じゃないのに大げさなんだよ。え？夫にそんな態度を取られたのは初めてだったから私はびっくりした。どうしてそんなひどいこと言うの？お前が俺に文句を言ってくるからだろ。俺は仕事で毎日疲れてるんだよ。毎日家でぐうたらしてるお前に責められる筋合いはない。そんな私は今産休で休んでいるだけだし、お腹の子のためにも大事をとって安静にしてないといけないのよ。それなのに私は毎日家事を全部やってるのよ。最近は夫は分担していた家事をやってくれなくなり、全部私に押し付けていた。それはお前が働いていないんだから当たり前だろ。専業主婦の状態なんだからな。
だからそれは。ああもう鬱陶しいな。俺は離婚したって構わないんだぞ。な、何を言ってるの。これから子供が生まれるって時にそんなこと言わないでよ。だったらお前も俺を怒らせるようなこと言うな。夫はそう言って家を出て行った。私が作った晩御飯には一切手をつけなかった。こんなことで果たして幸せな家庭が築けるのだろうか。これから生まれてくるお腹の子は幸せになれるのだろうか。私は一旦冷静になりたいと思い、実家に里帰りをすることにした。きっと夫には反対されるだろうから、書き置きだけして荷物をまとめて実家に帰った。両親は私の事情を汲んでくれて、温かく出迎えてくれた。その日の夜、案の定夫から電話がかかってきた。おい、里帰り出産だなんて何考えてるんだよ。その間の家事はどうすんだよ。それは自分でやって。ああ、お前いい加減にしろよ。甘えすぎだろ。もっと嫁として旦那を支えようとしろ。今の私にはそれは無理だわ。自分のことで精一杯なの。だから一旦冷静になるためにも里帰り出産をさせてもらうわ。勝手にしろ。夫はそうやって怒って電話を切った。だがこれは仕方ないことだ。お腹の子のことを考えるとこの選択肢しかない。それから私はしばらくの間、実家で両親のサポートを得ながらゆったりとした時間を過ごした。そして数週間後、陣痛がやってきて私は病院へ。数時間痛い思いをしながら必死で頑張り、ついに赤ちゃんを出産した。生まれてきたのは元気な女の子だった。とても可愛くて愛おしい。この子が私の娘なんだ。一生大切にして大事に育てよう。私はそう心に決めた。親も生まれてきた赤ちゃんを抱きながらとても感動していた。本当に可愛らしいな。香りそっくりね。それから数日ほど入院をして体力が回復するのを待った。義両親も病院に来てくれて娘を抱きながら感動していた。こんなに可愛い孫なら何でも買ってしまいそうだな。あなたダメよ。それは教育上良くないから。義両親と楽しくお話ししていると、二人からこんな質問をされた。ケータは自分の子を見て何て言ってたの？私はそう聞かれ、固まってしまった。ああ、どうしたんだい？実は、ケータさんまだ一回も病院に来てくれてないんです。ええ。義両親はとても驚いていた。まあ、無理もないだろう。出産から何日も経っているというのに、夫が病院に来ないなんてありえない。あいつ一体何をしてるんだ。それはさすがにひどすぎるわ。義両親はすぐに夫に電話をしてくれたのだが、夫は仕事が立て込んでてとか、なかなか行けるタイミングがなくてと適当にごまかしていた。義両親が仕事なんかよりも今は出産の方が優先だろうと怒っても、ごにょごにょと言い訳をして、結局病院に来てくれないまま私は退院することになった。退院の日は義母が私を迎えに来てくれた。夫が一回も病院に来なかったことについて申し訳ないと思い、できる限りサポートをしてあげたいと思ったそうだ。私は義母と一緒に荷物を持って退院の手続きをしようとした。だがその時トラブルが起きた。こちらの保険証ですが、使用できませんね。え？どういうことですか？どうやら受付の事務の方が言うには、私の保険証が使えないらしい。私はすぐに夫に電話をして確認した。なんだよ、今仕事中なんだけど。ぶっきらぼうにそう答える夫。私はイラッとしながらも状況を説明した。私の保険証が使えないんだけど、どういうこと？当たり前だろ。だって俺たち離婚したんだから。え？どういうこと？お前が里帰り出産をしている間に離婚届を出してきたんだよ。あ、何言ってるの？私離婚なんて承諾した覚えないし、離婚届に記入した覚えもないんだけど。そんなの知らねえよ。提出したらちゃんと受理されたし。偽装したってこと？なんとでも言え。とにかく俺たちはもう赤の他人だからこっちに帰ってくんなよ。残っているお前の荷物も全部実家に着払いで送るからな。そんな。私はスマホを持ったまま固まっていた。するとそばにいた義母が震え出して電話口の夫にこう言った。ケータ何やってるの。母さん。なんだいたのかよ。
今すぐ香織さんに謝りなさい。ああ、なんでだよ。俺はもう香織とは別れたんだよ。そもそも嫁としてちゃんとしてなかったし、母さんたちだって俺の幸せを願ってくれてるだろ。香織といたら俺は幸せになれないんだよ。あんた、この子を一体誰だと思ってるんだい。香織さんがいなかったら、私もお父さんも大変なことになっていたんだよ。え？どういうこと？お父さんの会社の経営状態が悪くなった時に、香織さんのお父さんが資金を援助してくれたんだよ。え？嘘だろ。俺はてっきりただ事業がまたうまくいき始めたのだとばかり。違うわよ。いや、でも香織の父親は普通の会社員だろ。そんなお金を持っているとは思えないけど。いろんな投資をしているおかげで会社員の収入以外にたくさんの資産をお持ちなんだよ。え？それで資金援助してくださったから、お父さんは利益が出たら少しずつ返済をしているんだ。そんな恩人の娘さんを傷つけるようなことして何を考えてるんだい。あ、いや、そもそもどうしてあんたは自分の子供に会いに来ようとしないのよ。あんたなんか隠してることでもあるんじゃないのかい。は？いや何もないし。今のうちに白状した方がいいわよ。義母は私の代わりに夫を怒ってくれた。そのおかげで私もだいぶ冷静さを取り戻すことができた。お母さん、ありがとうございます。ゲータ、私今思い出したんだけど、最近のあなたの行動が怪しいと思って、里帰り出産中に部屋に隠しカメラを設置してたの。あ、カメラ？何もないとは思うけど、映像を確認させてもらうわね。何してんだよお前。カメラなんて設置するとか頭おかしいだろ。ごめんなさい。でも何もやましいことがなければ問題ないでしょ。も、問題なんてないに決まってるだろ。っていうかカメラなんてどこに設置したんだよ。それは言えないわ。だってあなた今絶対にカメラを回収して壊そうとか思ってるでしょ。思ってないし、ただ撮影されていると思うと嫌だって思うから場所をずらしたいと思っているだけで。気にしないで、映像は遠隔でも確認できるから。今確認させてもらうわ。え、じゃあ一旦切るから。うわ、ちょっと。夫はものすごく慌てていた。その時点で何かあることは確実だ。私はすぐにスマホで映像を確認した。すると夫が女性を連れ込んでいる日があった。そしてそういう行為をしているのがバッチリと映っていた。義母も一緒に映像を見ていたのだが呆れ返っていた。香織さん、本当にごめんなさい。いえ、いいんです。逆にこんな人に大事な娘を会わせずに済みそうで安心しました。そうね、この子には父親は最初からいないって思わせた方がいいわ。それから私は不倫の証拠を提出して、弁護士経由で夫と不倫相手に慰謝料を請求した。夫曰くすでに離婚していたから不倫ではないとのことだが、そもそも偽造した離婚届は無効だ。そのため不倫であると認められて、夫は慰謝料を支払わなければならなくなった。そして私と夫は正式に離婚をした。元夫は離婚届を偽造したことについても罰金が課せられ、さらには養育費も加わり、慰謝料と合わせると相当な額の借金を背負うこととなった。そんな借金まみれの男性と一緒にいたい女性なんているわけもなく、不倫相手は自分に請求された慰謝料を支払うとすぐに元夫と別れたそうだ。そして元夫は義両親からも縁を切られ、現在は多額の借金だけを背負ったまま一人きりの寂しい人生を送っているようだ。一方、私は実家で両親のサポートを得ながら娘の子育てに奮闘している。義両親に罪はないので定期的に娘と会わせている。義両親は自分の孫と会うことができていつも嬉しそうだ。私はこれからもたくさんの人に支えてもらいながら、私にとって一番大事な宝物である娘の成長をそばで見守っていきたいと思う。不倫をしていたから子供ができても喜ばなかったんですね。そんな最低な人は父親になんてならない方がいいです。主さんは義両親が味方で本当に良かったですね。これからシングルマザーとして大変なことも多いでしょうが、可愛い娘さんとの時間を大事にしながら充実した人生を送ってくださいね。本当に使えないよな。仕事ができないババアといると気分が悪いんだけど。お前さ、会社辞めてくれない？お前って俺にとっての汚点なんだよね。兄夫婦はそう言って私をバカにしてきた。
それはつまり私との関係を切ってもいいってことなのよね。当たり前だら、何度も同じこと言わせんな。高笑いする兄夫婦。翌月、彼らは私の前に顔面蒼白の状態で固まって立っていた。どうしてお前が。私の名前は滝本美雪、34歳の会社員だ。私は大学を卒業後に一般企業に就職し、それから5年後に父の会社に転職した。現在は父の会社に在籍して7年になる。私が働いている部署はみんなとてもいい人たちで、仕事にも一生懸命だ。滝本さん、この書類チェックお願いします。わかりました。大丈夫です、問題ありません。ありがとうございます。ああ、佐々木くん、これを向こうの部署に持って行ってくれる？はい、わかりました。新入社員たちはやる気いっぱいだし、ベテラン社員の人たちはうまく周りのサポートに入ってくれて、チーム一丸となって仕事に臨むことができている。ちなみに私は父がこの会社の社長だということをみんなには話していない。私が使っているのは母のせいで、それは周りが気を使わなくて済むようにだ。だが兄のタケルは父の進藤という名字をそのまま使っている。そして自分は社長の息子だとひけらかしていて、周りにイエスマンを置いている。おい、今日はキャバクラ行くぞ。キャバクラ、俺が奢ってやるから楽しみにしておけ。はい、楽しみにしてます。兄がいる部署の前を通るとき、そういう会話が聞こえてくる。兄はそう言ってはしゃいでいるのだが、兄がいなくなると元気よく返事をしていた社員たちはみんなうんざりしたような顔を見せている。パーケルさんと飲むと長いんだよな。っていうか、おごってやるって言いながら上限決めてるから、結局俺たちも結構な額を払わされるんだよな。ほとんど金かかってるのってタケルさんの飲み代なのに。あの人だけで俺らの2倍の酒代とかサービス代かかってるよな。でも社長の息子だから逆らえないよな。あの人が社長を継いだらクビにされかねないもんな。ため息をつきながらそうやって話している社員たち。私はそんな声が聞こえるたびに申し訳なく思う。また兄が周りに迷惑をかけているのかと。私と兄は正直言って仲が悪い。それは子供の頃からだった。私はたとえ父親が経営者でお金持ちの部類に入っていたとしても、それをひけらかしたくないタイプだった。というよりも親がすごいのであって、それは私自身のことではないからだ。だからこそみんなと対等に接したし、そういうことを気にしないで一緒にいてくれる友達が欲しかった。一方、兄は私の2歳上なのだが、今と変わらず社長の息子で金持ちだということをこれでもかというほど自慢し、最新のおもちゃが出たら真っ先に買ってみんなに見せびらかしていた。そして、俺が特別に使わせてやるよなどと言って、周りの同級生を従えて取り巻きのようなものを作っていた。そんな兄についていく取り巻きたちもどうかと思うが、そうやって親の力で好き勝手やっている兄のことが私は一番嫌いだった。そして兄も私のことを嫌っている。兄曰く私は偽善者だそうだ。金持ちなら金持ちらしく人を従える行動を取れと私によく言ってきた。極めつけは私の友達の一人をバカにしたことだ。あいつの家はボロ臭い団地だぞ。そんな奴と仲良くするんじゃねえよ。いつもなら聞き流すのだが、この時はさすがに私は怒った。私が誰と仲良くしようと私の勝手でしょ。そんなことお兄ちゃんに決められる筋合いはないわ。私が反抗すると兄は顔を真っ赤にして怒った。はあ？俺がせっかく忠告してやってるのに文句を言いやがって。お前まさかそいつの家に遊びに行ったりしてねえよな。何回も言ってるけど。うわ、汚ね。俺に近寄るんじゃねえよ。何言ってるの、本当に最低だよ。兄はそうやって私から離れてそう言った。そんなの小学校の低学年がやるようなことだろう。兄はこの時小学6年生だったので、そんなことを言うのは相当幼稚だ。いや、でもむしろ学年が上がるほどに使うお金が増えて、より高価なものを身につけて憧れられているからこそ、そういうふうに考え方が自分勝手な傲慢なタイプになるのだろう。兄はそれから家で私とすれ違う時も自分の鼻をつまんだり距離を空けたりした。食事の時も食卓の椅子を思いっきり話し出して、それはさすがに親に怒られていた。ちょっとタケル、何してるのよ。みゆきの近くにいたら具合悪くなるんだよ。貧乏臭がして。
はあ？バカなことを言ってないで席を戻しなさい。両親は兄が変なことを言っているだけだと適当に流していた。兄は仕方なく席を戻していたが、嫌そうだというのがこっちにも伝わってきた。私だってこんな最低な性格の人と一緒に食事をするのは嫌だ。兄は中学生になると露骨に私のことを避けるようになった。挨拶なんてしてこないし、話しかけようともしない。私が中学に上がった頃には赤の他人だと周りに言っていたらしい。まあ私も兄と関わりたくなんかないから、私も他人のふりをしていた。親はだんだんと私たちの仲が悪いことに気づいたようで、兄と私が会話をしていなくても仕方ないと諦めるようになった。それに私は兄と違って勉強に打ち込んでいた。だからご飯を食べたらすぐに部屋に戻って勉強をしたかった。兄は兄で早くテレビ番組の続きが見たいから、なるべく早くに食事を終えてソファーに行ってテレビを見ていた。そんな風に私たちは全く関わらないようになっていたのだ。高校は別々だったので、兄がどういう学生生活を送っていたのかは知らないし、興味もない。ただ全然勉強をしていなかったから、大学は全部落ちて浪人が決まったらしいことは聞いていた。翌年に大学の進学は決まったが、レベルはそこまで高くないところだった。私は毎日勉強に打ち込んでいたから、難関大学に合格することができた。兄は大学進学を機に一人暮らしを始めたので、実家はすごく快適になった。私はとても落ち着いた環境で勉強をすることができていたと思う。そして大学を卒業した私は大企業に就職。そこでとても優秀な上司に仕事を教えてもらえたので、本当にいい経験だったと思う。この会社での経験は父の会社で働き始めてからも活かされている。上司の働き方、考え方を私は徹底的に真似して仕事に打ち込んでいた。そのおかげで最初の職場で早く結果を出すことができ、昇進も早くに決まった。部下を持ってからも私はよくその上司に相談していた。その度に的確なアドバイスをくれて、いろいろと気づかされたから本当に感謝している。ちなみに私が父の会社に行くときにその上司から告白されて、今私たちは夫婦になっている。私のことをずっと気にかけていたら、だんだんと好きになってしまったらしい。実は私も彼のことがすごくいいと思っていた。でも年上だし、きっと私のことなんて相手にされていないだろうと勝手に諦めていた。だから向こうから告白をしてきてびっくりした。実際に交際を始めると、私たちはものすごく相性が良かった。彼と一緒にいるとすごく落ち着くのだ。波長や考え方が合うようで、相手が何を考えているのかすぐに分かった。それから結婚に至るまでは早かった。年齢的にもちょうど良かったから、私は彼と付き合ってから1年ほどで結婚した。私の両親も彼のことを気に入ってくれて、結婚を認めてくれた。だがここでも兄が私にとって厄介な存在となった。なんかお前にぴったりの地味そうなやつだな。どうせ仕事も大したことないんだろ。初対面にもかかわらず、兄はそうやって言って私の婚約者のことをバカにした。私が怒りに震えていると、それを察した両親がすぐに兄を叱り追い出してくれたが、あのまま兄がいたら私はブチギレていただろう。結局、兄は結婚式にも行かないと言ったので招待すらしなかった。これには両親もさすがに呆れていた。しかもその頃、兄はせっかく大学を卒業してから就職した会社を辞めてフリーターになっていた。正社員にもならず、バイトをして遊び放題。しかもその時は給料が少ないからと実家に戻っていたようだ。だから家に一切お金を入れず、バイト代を全部遊びに使って毎日のように朝帰りをしていたらしい。その上で親からお金をせびっていたそうだから本当に呆れる。我慢の限界に達した父は、家を出ていくか自分の会社で真面目に働くかのどちらかを選ばせた。兄は父の会社で働くことを選んだ。バイト生活は気楽だったが、給料が安定していて、なおかつ父親が社長だということは条件的に美味しいと思ったのだろう。兄は父の会社で働き始めると、すぐに自分が社長の息子だと言いふらし、直属の上司に対しても生意気な態度をとっていた。
私はその時すでに父の会社で働いて何年か経っていたのだが、私がいる部署にまで兄の横暴な態度については噂が広まっていた。その度に私は頭を抱え、私は父にすぐ報告した。お兄ちゃん、またお父さんのことを利用してわがままをしてるみたいよ。はあ、聞いてるよ。私もいつも注意してるんだがな。早くクビにしなよ。そうは言ってもクビにしたらまたフラフラとして結局実家に戻って帰省中となるだろう。そこはお父さんがビシッと言って実家に帰省させないようにしないと。そうだな。でも私にとっては大事な息子でもあるんだ。だからそうやって簡単に縁を切るようなことはできないよ。あの子も小さい頃はいい子だったし、真面目な部分だってある。一体兄のどこに真面目な部分があるというのだろうか。お兄ちゃんは楽することしか考えてないでしょう。そんなことはないぞ。中学の時はサッカーの部活をよく頑張っていた。部活がない時でも一生懸命に練習していたからな。そういうひたむきさは持っているはずなんだ。たとえ子供の頃に持っていたとしても、それを大人になっても持ち続けているかどうかはわからないと思う。私は父よりもはるかに若いが、自分の経験として子供の頃と今の価値観はかなり変わっている。だから性格なんかも絶対に変わると思う。兄はもしかしたら中学まではそういうひたむきなところもあったのかもしれないが、今はいかに社長である父の肩書きと名前を使って会社で好き放題するかということしか考えていないだろう。そんな中、さらに驚きの出来事が起きた。なんと兄が結婚すると言い出したのだ。相手は去年に父の会社に入社してきた葵という女性社員だ。葵さんは蝶がつくほどの美人で、誰もが振り返るほど綺麗だった。そのため全男性社員から憧れられていたと思う。そんな葵さんも社長の息子という肩書きにやられたのだろう。でも兄と葵さんは悪い意味でお似合いだった。私は女性社員たちからよく葵さんの悪い噂を聞いていたからだ。彼女は全然仕事ができないようで、難しいものがあるとすぐに男性社員に頼んだり、気が弱そうな女性社員に振っていたそうなのだ。そんな人が兄と結婚すると聞いて不安で仕方なかった。結婚をしたら私とも話すことになるだろう。もし一緒の部署になったら何かいろいろと要求してくるに違いない。そんなことを考えていたら、本当に私が想像していた最悪な状況になってしまった。兄と結婚後、葵さんはなんと私の部署に移動してきたのだ。どうやら私がいる部署に移動願いを出し、兄がそれを後押ししまくったそうだ。社長の息子が自分の嫁の移動をさせたいと言ってきたのを、人事部もあまり強くは断れず、また父も夫婦で一緒の部署にいるよりは別部署の方がいいだろうと思って移動を許可したらしい。そうして私がいる部署に移動してきた葵さん。今日からよろしくね、滝本さん。葵さんはバカにするようにニヤニヤしながらそう言ってきた。明らかに何か企んでいるような顔だ。私が社長の娘であることを隠しているのも知っているようだ。自分は弱みを握っているとでも思っているのだろうか。それから葵さんはすぐに私に仕事を振ってきた。これわかんない。滝本さんやって。この部署に来たばかりじゃないですか。自分でやらないと覚えられませんよ。ああ？私は次期社長の嫁なのよ。何生意気な口を叩いてるの？彼女の言葉に部署のみんなが固まった。移動して早々にそんなことを言ってくるなんて思わなかった。どうやら彼女は自分の仕事を私に全部押し付けるつもりのようだ。それで何をしたいのかはわからないが、他のみんなに迷惑をかけないためには私が全部受け負った方が良さそうだ。私はそれから逆らうのをやめて、兄嫁が降ってくる仕事を全部こなした。兄嫁は私に仕事を任せると、外行ってきますと営業でもないのに会社の外に出ていく。午前中に出て行って昼過ぎに戻ってきて、その手には甘そうなスイーツ系のドリンクを持っている。そして暇そうにして周りの社員に話しかけたり、兄のところに遊びに行ったりする。一体この人は会社に何をしに来ているのだろうか。だが相手をするだけ時間の無駄だ。私はいかに効率よく自分の仕事と兄嫁が押し付けてきた仕事をこなすか考えながら仕事に取り組んだ。これくらいの量を迅速にかつ的確にこなせないとダメだ。
私は実は父から次期社長を任せたいと言われていた。まあ、兄なんかに任せたら確実にこの会社は倒産するだろう。だから父の期待に応えるためにも、どんな困難にも立ち向かって解決できる気力と発想力を養おうと思ったのだ。そうやって仕事に取り組んでいると自分が成長していくのがよくわかる。私は気づけば自分の仕事と兄嫁の仕事を合わせても問題なく定時で終わらせられるようになった。まあ、さらに上を目指していたので基本的に毎日残業はしていたが、それでもかなり遅い時間になることはなく、夫と帰りの時間を合わせて一緒に帰ったりして息抜きもちゃんとできていた。兄嫁は私がひいひい言いながら仕事をしていると思っているのだろう。毎日仕事を押し付けながら、滝本さんは仕事遅いわよね、とバカにしてきた。だがそんなことは私の耳には一切入らない。むしろもっと仕事をもらったって構わない。それくらい私は仕事に打ち込めていた。だがそんな中でとてもショッキングなことが起きた。父がいきなり倒れて入院することになったのだ。私はすぐに病院へと駆けつけた。お父さん大丈夫？はあ、みゆき、心配かけてすまないな。ううん、いいの。いやいや、俺も天国に旅立つ時が来たか。ちょっとそんなこと言わないでよ。はあ、間違ったか。地獄だったか。そういうことじゃなくて、お父さんが死ぬなんてこと考えたくないよ。すまんすまん。だが私はたくさんの社員を抱える経営者だ。もしものことは考えなければならない。そして会社のことはみゆきに頼むぞ。もう役員たちにも話しているし、みゆきの活躍はみんな認めている。私に務まるかな。私はとても不安だった。父や役員の人たちに認めてもらっていることは嬉しいが、果たして私に務まるのだろうか。心配するな。お前の頑張りは俺がずっと見てきた。みゆきなら大丈夫だ。思うがままにやればいい。父にそう言ってもらえて、私は勇気を持てた。頑張るよ。それから私はさらに仕事に打ち込み、そして見舞いにも行った。父は日に日に弱っていき、危篤状態になった。その時になって、やっと兄夫婦は病院にやってきた。父さん、大丈夫か？お父さん、死なないで。わざと臭い演技をする兄夫婦。それで周りに対して心配している優しい家族をアピールしたいのだろうか。父はみんなありがとうなと言って息を引き取った。兄嫁はまさかの嘘泣きをしながら泣く真似をしていた。そんな姿を見て興ざめしてしまい、逆に私は泣けなかった。そのおかげで冷静に父の葬儀の手配と準備をすることができた。葬儀にはたくさんの人が参列してくれて、父がいかに人望が厚かったかがわかる。だがそんな中でも兄夫婦はだるそうにしていて、途中で抜け出してお決まりのスイーツドリンクを買いに行っていた。喪服姿で来店してきて、さぞ店員もびっくりしたことだろう。葬儀が無事に終わり、それから私たちは日常に戻った。すると私のデスクに兄夫婦がいきなりやってきた。二人ともなぜかニヤニヤしている。私に何か用？私がそう言うと、兄嫁が私のデスクを指さしてこう言った。いつもこんなに仕事溜め込んで遅くまでかかってるのよ。完全に給料泥棒よね。そんなことを言い出す兄嫁。そして兄も笑いながらこう言った。本当に使えないよな。お前は本当に給料泥棒だよ。そして兄夫婦はとんでもないことを言い出した。仕事ができないババアといると気分が悪いんだけど。お前さ、会社辞めてくれない？お前って俺にとっての汚点なんだよね。兄夫婦はそう言って私をバカにしてきた。俺は次期社長だから、お前みたいな無能は簡単に首を切ることができるんだよ。どこまでも勘違いが激しい兄夫婦に私ももう耐えられなかった。それはつまり私との関係を切ってもいいってことなのよね。当たり前だろ。何度も同じこと言わせんな。高笑いする兄夫婦。今に見てろ。これからどうなるか楽しみに待っているといい。翌月、彼らは私の前に顔面蒼白の状態で固まって立っていた。どうしてお前が。
どうしてって何が？新しい社長の就任挨拶の重役会議が行われるって言うから来てみたら、なんでお前が社長の座る席に座ってるんだよ。ああ、だって私が次期社長だもの。ああ、どういうこと？お父さんは私を選んだの。父の名前を利用するだけして仕事を一切しないあなたと違ってね。ふざけんな。お前はこの会社で素性すら隠している平社員じゃないか。そんな状態から社長だなんて社員のみんなは納得しないぞ。そうかしら。私は同じ部署の人はもちろん、他の部署の方たちともちゃんとコミュニケーションをとっているし、一緒に仕事だってしているわ。ちゃんと成果を上げてきたつもりだし、みんなからも認めてもらえていると思うわよ。役員の人たちからも私を社長に推薦したいと言ってもらえているし。嘘だろ。なんでお前が。自分の仕事だけじゃなく、そこにいるサボリマさんの仕事も全部やりながら、新しいプロジェクトなどにも参加していたからかしら。え？私が押し付けた仕事の他にも仕事をしていたの？ええ、そうよ。実際あなたの仕事と自分の仕事をやっても定時には終わっていたわ。そんな。まあ、そんなことはどうでもよくて、私が社長になってからにはあなたたちには辞めてもらいます。ああ、なんでだよ。葵さんは会社を抜け出してブランド品を買いに行ったりカフェに行ったりと給料が発生しているのに業務をしていなかったですよね。そのことは私がいた部署全員が目撃しています。それは。そしてタケルさんは会社のお金を横領した事実があります。うっ、バレないと思った？それとも身内なら許されると思ってたの？そんなことは絶対ないから。訴えられたくなかったら潔くこの会社から去ってちょうだい。兄夫婦は言い逃れもできず、また訴えられたくないのでおとなしく会社を辞めた。今回のことで私はもちろんのこと、母も兄夫婦と縁を切った。現在兄夫婦は二人して再就職をしようとしたが、今回のことはあらゆる会社に報告をしている。そのためどこにも雇ってもらえず、二人ともフリーターになったそうだ。兄嫁はこんなはずじゃなかったと兄に文句を言い、そして不倫に走ったようだ。兄はそんな兄嫁に切れて慰謝料を請求し、泥沼の離婚劇を繰り広げているらしい。私にはどうでもいいことだが、そうやって自滅していっているのは自業自得だ。一方、私は社長として一生懸命働き、会社のみんなを引っ張っていこうと奮闘している。同じ部署だった人たちはみんな驚いていたが、私が社長になって安心したと言っていた。兄が本当に社長になっていたらみんな辞めるつもりだったらしい。そうならなくて本当に良かった。これからも私は会社を支えてくれる社員たちのために一生懸命働こうと思う。兄夫婦は好き勝手にやりすぎましたね。そんなありえないことをしておいて社長になんてなれませんし、そもそも社長になっても絶対に社員たちはついてこないですよね。主さんは一生懸命に努力を重ねて本当にすごい人だと思います。これからは社長としてどんどんみんなを引っ張っていってくださいね。いやー、赤ちゃんって可愛いね。そうね、あなたにすごくそっくり。え？夫と親友はびっくりして固まっていた。私は二人に対してとあるものを突きつけた。あなたたちが知ったこと全部知ってるからね。私の名前は香織、30歳の会社員だ。私は現在大企業で働いている。大学を卒業してから入社した会社でいろんな経験をさせてもらっていて、とても充実した日々を送っている。そこで出会ったのが剛だ。彼は私の上司でよく相談に乗ってもらっていた。私にいろいろと仕事を教えてくれて尊敬していた。私が独り立ちしてからは一緒に仕事をするようになり、それがきっかけで距離が縮まっていった。仕事後に二人で飲みに行くようになり、 LINE のやり取りなども頻繁にするようにもなった。そしてある日に休日にデートに誘われてプライベートでも会うようになったのだ。それから私たちは付き合うようになり、恋人の関係になった。その後は順調に交際を続けていき、2年ほど付き合ってから彼にプロポーズをされた。香織は俺にとって運命の相手だ。これからの人生を一緒に過ごしてほしい。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。
結婚する際に私は隠していたわけではないが、とある事実を夫に報告した。私のお父さん、実は会社を経営しているんだ。え、そうなの？うん。一人娘だから私が継ぐ予定だったんだけど、剛がもし継ぐ気があるのなら結婚後に次期社長としてお父さんの会社で働くっていうのもあるけど。なるほど。夫は少し考えた後、こう答えた。俺、香織の会社を継ぐよ。社長になってお父さんの会社を支えていく。剛、ありがとう。それじゃあお父さんにもそうやって伝えるね。それから私は両親に結婚することになったことを話し、そして結婚の挨拶の日程を決めた。そうか、香織がついに結婚か。やっと花嫁姿が見られるのね。婚約者に会えるのを楽しみにしてるよ。両親は私が結婚することになってとても嬉しそうにしていた。そして後日、私は剛を連れて実家に行った。はじめまして、剛と申します。香織から話は聞いていますよ。上司として仕事を丁寧に教えてくれたんだとか。とても立派な社会人になって親として嬉しい限りですよ。いえいえ、それは香織さんの覚えが早かったからですよ。僕は特別なことはしていません。とても謙虚な人だな。信頼に値するよ。香織のことをよろしく頼む。そして私の会社のことも今後しっかりと支えてくれ。はい、もちろんです。お任せください。両親が彼のことを気に入ってくれて本当によかった。その後、両家の顔合わせを済ませて私たちは結婚式を挙げた。それから新婚旅行にも行き、幸せな結婚生活をスタートさせた。結婚当初はすごく幸せだった。毎日一緒にいられるだけで私は嬉しかった。共働きなので家事を分担しながら仕事にも集中してバランスのいい生活を送った。そして私の親友のみゆきも交えて3人で遊んだりもした。みゆきは私の高校時代からの友人だ。私が進路で悩んでいる時も相談に乗ってくれたし、社会人になってからも私たちは頻繁に会ってお互いのことを話し合っていた。みゆきのことは私はすごく信頼していて何でも話していた。剛とのこともよく相談していた。結婚するの？女子として慕っていた人だよね。うん。あ、社内恋愛からの結婚ってなんかいいね。そう？尊敬していた相手が恋愛対象になる瞬間ってどういう感じなの？え？それはあまり覚えてないかな。嘘でしょ。絶対に覚えてるでしょ。うん。でも恥ずかしくて言えないよ。そうやって照れて。でも本当に好きなんだね。うん、運命の人だと思う。いいね。香織がそこまで言うって珍しいね。どんな人なんだろう。みゆきは剛にとても会いたがっていた。だから結婚式の時に紹介したのだが、感じの良さそうな人ねとみゆきは夫のことを気に入っていた。そのため結婚後は3人で食事に行ったり、みゆきの家に招いて宅飲みをしたりした。3人で過ごす時間も楽しくて私は幸せだった。夫は父の会社で一生懸命働いているようで、父からは真面目で期待できると聞いている。私も今の会社で頑張っており、どんどん結果を出している。それから1年ほど経ったが、昔の夫のように私は今は課長になった。部下もできて大変だが、私は責任のある仕事を任されてとてもやりがいを感じている。夫が今までこの課長という立場で頑張っていたことを実感し、私は夫のことをさらに尊敬した。彼のように人としても素晴らしいなら、きっと父の会社でも活躍するだろう。これから私たちの間には子供ができるだろうし、公私ともに充実したとても幸せな人生が待っているはずだ。私はそんな風に思っていた。この時はまさか今後あんなことになるなんて思いもしなかった。ある日、私は話があると言われてみゆきから連絡をもらった。久しぶりだねみゆき。香織、来てくれてありがとう。話って何？うん、ちょっと大事な話でね。大事な話？実は私妊娠したの。え？に、妊娠？私は驚いてしまった。というのもみゆきは結婚どころか彼氏すらいないからだ。一体誰の子供なの？
それは私が好きな人なんだけど、飲んだ時にそういう関係になっちゃって、まさか妊娠すると思わなかったんだけど、私は産みたいなって思ってるの。それを相手の人には相談していないの？実は奥さんがいる人でね。え？なんと親友は不倫をしていたのだ。どうしても奥さんと別れることはできないって言われちゃって。そうなんだ。私はその相手の男に心底腹が立った。不倫をしておきながら奥さんとは別れずに妊娠をさせるなんて無責任にも程がある。相手の男性に物申したかったが、みゆきからはそれはやめてほしいと言われ、私は我慢するしかなかった。そして私は夫にこのことを話した。みゆきが妊娠したんだって。え、妊娠？うん、びっくりだよね。確かにそうだな。しかも相手の男性は既婚者なんだって。マジか。それで妊娠してどれくらいなんだ？5ヶ月くらいで、ちょっとずつお腹も大きくなっていたわ。そっか。子供は産むつもりなんだろ？せっかく妊娠したんだし。そうみたいだけど。そう言って私は夫の発言に違和感を感じた。そもそも不倫の事実を知り、不倫相手が妊娠をさせたという時点で相手の男に怒るべきだろう。それなのに夫は憤慨している様子もなかった。なんとなく私は女の勘として夫が怪しいと思い始めた。そういえば夫は最近残業が忙しいと言って夜遅くに帰ってくることが多い。真面目に父の会社で働いているのだなと思ったのだが、もしかしたらみゆきと会ってるんじゃないだろうか。私はまず父に連絡をしてみた。最近って繁忙期なの？剛の帰りが最近かなり遅いんだけど。ああ、そうなのか。繁忙期ではないが、真面目だから遅くまで残っている可能性はあるな。そっか。何があったのか？いや、そういうわけじゃないの。ただちょっと寂しいと思ってね。そうかそうか。まあ結婚して2年だもんな。まだまだ夫婦としての生活も楽しく過ごしたよね。部下にもあまり残らせないように言っておくよ。うん、ありがとう。まだ確証を得られてない状態で父に相談するのはダメだと思った。やはり自分でしっかりと調べなければ。私は更新所に調査を依頼することにした。だがその間に夫は早く帰ってくるようになった。あら、今日は早いわね。ああ、なんかなるべく早く帰るように言われてね。そっか。私はこの時少しだけほっとした。おそらく父が会社の人に言ったのが夫に伝わったのだろう。だがこれで早く帰ってくるということは本当に残業をしていたということだ。私はちょっとだけ安心していた。みゆきと夫が不倫をしていたわけではないのだろう。だが私の考えは甘かったようだ。2週間ほど経ってから更新所から結果が出たと連絡が入った。すると夫がみゆきと不倫をしているのが判明した。私は本当にショックだった。どうして2人が？しかも妊娠をさせていたということは、かなり前から2人は関係があったということだ。夫は仕事後にみゆきが暮らすマンションに通っていたようだ。だからいつも帰りが遅かったのだろう。さらには2人がベビー用品のお店に入っていく様子も写した写真もあった。絶対に許せない。2人は長らく私のことを騙していたのだ。それからも私は証拠を集め始めた。ある日、私は高いお酒を買ってきて夫と2人で家でたくさん飲んだ。いいお酒に夫の気分は上々で喜んでたくさん飲んでいた。そして夫は酔いつぶれて寝た。私は夫にバレないように夫のスマホを持ち、そのスマホの指紋認証を夫の指を持って開けた。それから LINE の画面を開いて夫とみゆきのやりとりを見た。そこで私は驚きの事実を知った。なんと夫は私の父の会社の社長になった後に私と別れてみゆきと再婚するつもりらしい。みゆきは社長夫人になる日がすごく楽しみだわと喜んでいるメッセージを夫に送っていた。ふざけんじゃないわよ。私の父の会社を乗っ取り、私と別れるってことじゃない。私は絶対に彼らを許してはいけないと思った。更新所の証拠写真を持って私は実家に行った。両親は夫が不倫をしていたことを知り憤慨していた。
そしてさらには夫の計画を知り呆れていた。絶対に許すわけにはいかないな。ええ、徹底的にやりましょう。私と父は復讐の準備をした。まず二人を泳がせておいて、みゆきが出産をした時に私は全てを告げることにした。私は夫と一緒に出産祝いに行こうと話した。もちろん夫はノリノリで承諾。そして一緒にみゆきがいる病院へ。あ、二人来てくれたんだ。みゆき出産おめでとう。ありがとう。よかったら抱いてあげて。私に気づかれていると知らずに私に赤ちゃんを渡してくるみゆき。仕方なく私は抱き上げる。赤ちゃんには罪はない。赤ちゃんはすごく可愛かった。夫は嬉しそうに赤ちゃんを抱き上げていた。自分の子供だからさらに可愛いのだろう。夫はかなりテンションが高かった。そして私にこう言ってきた。いやー、赤ちゃんって可愛いね。満面の笑みでそう言う夫。ここが作戦の実行をするタイミングだろう。ええ、そうね。あなたにすごくそっくり。え？夫と親友はびっくりして固まっていた。どういうこと？香りはいきなり変なことを言うな。あからさまに動揺している二人。私は二人に対してとあるものを突きつけた。それは二人の不倫の証拠写真だ。あなたたちが知ったこと全部知ってるからね。あなたたちが不倫をしていること、そしてその子供が強の子だってこともね。え？嘘。どうしてこんな写真が？ああ、あと強が計画していたことも全部知っているわよ。え？あなたお父さんの会社の社長になった後に、私と別れてみゆきと再婚するつもりなんでしょう。え？どうしてそれを？あなたたちの LINE のやりとりを見たのよ。嘘だろ。あなたたちの好きにはさせないから。このことは全部お父さんも知ってるわ。不倫でクビにすることはできないけど、あなたには一生いい仕事は回ってこないわ。ずっと殺務をさせられて出世ができない状態になるの。給料も会社の中で一番安くなるわ。もちろん社長にもならないから。そんな。それじゃ俺の計画が。あなたの計画なんてどうでもいいのよ。クビにされないだけ感謝しなさい。慰謝料はあなたとみゆきのどちらからももらうからね。嘘でしょ。出産したばかりの私にまで慰謝料を請求するの？当然でしょ。私は絶対にあなたたちのことを許さないから。私はそう言って病室を後にした。二人は顔面蒼白の状態で固まっていた。その後、私は弁護士を通して夫に離婚を要求。そしてみゆきと夫に不倫による慰謝料を請求した。二人から私は300万ずつを支払ってもらうことになった。夫は出世が見込めなくなり自主退職をしたのだが、これは私と父の作戦だった。父はあらゆる会社に夫の採用すべきではないことを説明した。そのため夫は再就職先が全然決まらず、フリーターにしかなれなかったようだ。一応みゆきと再婚したようだが、みゆきは働けないし、元夫はフリーターなので生活はかなり厳しいらしい。まあ子供には罪はないので、しっかりと育ててほしいものだ。一方、私は自分で父の会社を継ぐ覚悟を決めて父の会社に転職した。今は社長になるために一生懸命働いている。しばらく恋愛はいいので、しばらくは仕事を頑張って次期社長として成果を上げていこうと思う。親友と不倫するなんて本当に最低な夫ですね。しかも会社の社長になってから離婚して不倫相手と再婚しようとしたのもひどすぎます。この男にはもっときつい制裁を加えてもよかったのではないかと思いますね。でもとりあえずこの最低な夫を会社から追い出せてよかったですね。これからは社長になるために一生懸命頑張ってお父さんの会社を守ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。